はい、というわけで、うん、前 TGS の時はね、ファーストブラッドエディションって書いてあったんですけど、今回ねこのタイトル画面も一新してセットセカンドブラッドバージョンとなってますね。はい、行きましょう。早すぎて操作説が見えませんでしたね。はい、一応あのフィールドメニューから操作説もう一度見ることもできます。はい、はい、このようにバディと2人でこういう探索に行くという、うん、まあ、ゲームなんですけれども、はい、まあ、頼れる仲間バディ、ちょうどカメラ寄れますか。はい、彼らはですね、あの独自の思考で、プレイヤーの探索をサポートしてくれます。はい、ちょっとじっとしてたらなんかね喋ってくれたりするよね。近くに何かいるの。そうですね、うん、いましたね今ね。まあ、プレイヤーの行動であったり動作に対して随時レスポンスとかですね、アドバイスをくれたりします。はい、あ、そう、はい、つけて使えるものは使わないと ね、 このね、物拾ったらねリアクションしてくれたりとか。で本作のね大きな魅力っていうのが、爽快なアクションでございます。はい、ちょっとじゃあそのアクションシーンご紹介しましょう。はい、おおおおすごいじゃないですね。もちろん緊張感はいつなんですけど非常に軽快でスピーディーなアクションという形でね、はい、戦いになっております。はい、でこのアクションもね、はい、東京ゲームショーを受けてかなり、ブラッシュアップをしているんですけれども、まあ具体的には攻撃のスピードとかね、そういう、はい、あとは振った感じ当たった感じっていうのもね強化してます。はい、スピードは空手剣はかなり TGS からスピードアップしてます。うん、そうですね、PV 等でご紹介していただいて、実際触っていただいてない、お客様からもですねちょっともっさりしてるとかね、そういうご意見もいただいていたので、うん、こう徹底的に直してます。はい、はい、じゃあ本作の、大きな特徴である吸血いきましょうか。吸血、はい、はい、このように敵に吸血攻撃ということを当てることでですね、まあ、敵の血を奪うことができると。あ、そう、上手だね、さすがだね。ここ受け流しっていう今敵の攻撃を弾いてカウンターを入れるアクションだったんですけども、はい、TGS の時にいつ受け付けてるのかわからないというご意見をよくいただきまして、ちょっともうタイミングわかるように一瞬受け付けてますっていう時にキャラが光るようになりました。はいはい、光ってる時に取ればいいのね。うん、はいはい、はい、そんな感じなんですけれども、まあ今、2つ吸血、ため吸血と、そしてもうお見せしまいましたけども、はい、今のが、コンボ中に攻撃行動中にできる吸血ですね。まあ、スピーディーに吸血できる代わりに、まあ、取れる血の量も少ないと、はい、まあ、そういった代物になります。でこれね東京ゲームショーの時はなくてですね、お客さんのご意見を受けてですね、追加しました。はい、なかなかね東京ゲームショーの時は結構貯める時間とかも長くて、そうですね、なかなかね決めるのが難しかったっていう、はい、ご意見もあったんですけど、今回コンボ吸血も入ったのでもう攻撃しながら常に吸血を狙っていけるという、そうですね、爽快なアクションになってます。はい、なのでまあ基本的には敵を倒しながら血を奪っていく、そして得た血で、連結と呼ばれるですね、はい、各種効果のある、ま、魔法のようなものかな、うん、まあ、そういったのを発動しながら進んでいくというのがこのゲームの、まあ、基本的な構造になります。この連結の発動の時間もすごい今短くなってるんですよね。そうですね、サクサク使えるようにしてあります。ロストがいるわ、気をつけて。お、今バディが、サポートしてくれましたね。山本君、本作バディ、まあ、いろんな特徴あると思うんですけども、おすすめポイントみたいなありますか。おすすめポイントですか、うん、そうですね、まあ、戦闘が始まる前にこちらにもかかるバフを使ってくれたりとか、あとは体力が減ったら回復してくれたりだとか、まあ、バディの何でしょうかね、個性にも寄ってくるんですけど、まあ、状態異常になったら助けてくれたりとか、そういう感じでこう自分を見てくれるっていうところですかね。中身何だろう、ね、なるほど。ミアは特にどういう特徴があるんですかね。まあ、ミアは持っている武器が遠距離射撃可能な武器になっているので、まあ、そこが非常に特徴的なキャラクターになります。あれですね、まあ、探索中なのでプレイヤーより前にこう NPC が走っていっちゃうと NPC が敵に見つかってみたいなのがあったりするので、基本的にはプレイヤーのそばにいるんですけど、まあ、なので遠距離攻撃で、プレイヤーが遠くの敵を攻撃した時とかにサポートしてくれやすいと。はいはいはい、はい、あとはね敵を倒した時にねちょっと褒めてくれるんですよね。それ嬉しいです。そう、ちょっと嬉しいですね。そうですね、ノーダメージとかで倒すとすごく褒めてくれる、ね、
なんですか。いや、ノーダメージ倒せなかったね。あ、褒められない。やるわ、間褒めてやるわねって思って、まあ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 の時も言ってくれるんですね。はい、そんな感じで探索をしていきますが、はい、そうだな、ボス戦まで行けますか、ヨガさん。あばー、ちょっとあれからバディ別のバディもご紹介しましょうか。 あ、そうですね、うん、今、ミヤさんと一緒にやってますけど、はい、ちょっとバディを切り替えてみましょう。ちょっと今忙しいんで。ちょっと今は この人倒してからですかね。あ、もう大丈夫です。あ、行きます。ちょっと一瞬画面を戻していただいて。はい。新しい男性キャラクター、ルイ。おー、いいですね。あの主人公と同じ、ま、片手剣を装備している、いいものだ、ま、近接攻撃が得意なキャラクターになりますかね。彼は結構あの吸血バシバシやってくれると思うので、そういったところも見ながらちょっといただきましょうか。使うぞ。さあ、めっちゃ攻撃の連結つかましたね。おお、期待以上。今コメントであの彼は前が見えるのかって。前髪がちょっと長くて、ね、片目が隠れてる。あ、降りてた。吸血してくれるかな。吸血しますか。ルイ一人で大丈夫か。ルイしかない。あ、いたいた。あ、ガードしちゃってますね。ガードしてますね。えらい警戒。ちょっと気まずいのが見えちゃうね。はい。ここね、敵がいっぱいいるんで。いっぱいですね。はい、こんな狭いところで。危険な体験版で、あ、治癒版でも最も死亡率が高い。そうですね。そうですね、ここ難しい。ここが、ね、ここが抜けられるともうゴールが見えてきますね。そうです。まだなんかいるな。まだなんかいるな。誰かいた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 。あとバックアタックですね。バックアタックっていうあの敵の背後から攻撃を仕掛けると敵を崩すっていうアクションがあったんですけども、はい、そこからですね強力な吸血に行けるっていうのが TGS だったんですが、一回のボタンをもう一回ボタンを押さないと流れるように吸血してくれなかったんですけども、はい、今回そのバックアタックが決まったらすぐさま自動的に、うん、あ、そのままやって強力な吸血に行けるようにという、一連のそのいつ吸血できるのかよく分かりにくいっていうご意見をよくいただいたので、はい、もううまいことをしたら即いいことが起こるっていう流れで修正させていただきました。はい、ちょっとコメントでねいくつかいただいてるご質問、答えられるものを答えていきたいですね。はい、マップはないのかって今コメントいただきましたね。うん、で今コメントで返答いただきましたけど、こういうゲームにマップは基本ない、 まさにその通りで、あの探索を楽しんでいただくゲームですので、マップ表示はありません。ただまあ何度も何度もそこを通る中で自分の中でこう把握していただくような、そんな形のゲームになってます。なるほど。あとさっきね落下するのかっていう、ね、コメントをいただいてましたけども、落下しますね。あ、落下するんですか。はい、なのでまああの崖から歩いていくと落ちてしまいます。そうするとなんかダメージはやっぱりあるんですか。そうです、ダメージを受けることもありますし、はい、ある程度以上な高いとこから落っこちると、はい、死亡してしまうことも、まあ、最悪即死します。そうですね、即死、はい、それは困りますね。ですね、まあただあの いわゆる理不尽な落下っていうのはなるべく減らせるように、はい、このスピーディーなアクションですので、はい、なんですかね、あんまり神経質にならなくてもいいようないろんなあのサポートっていうのは実は入れてあるので、はい、あまり心配されることはないかなと思います。こっち YouTube ライブの方にもコメント来てるんですけど、はい、マップなし良きとかいいっていうのが多いですね。探索好きな方はやっぱりそうですね。はい、うん、なんか記憶できる範囲の広さの方が没入感が出るからねっていう、こうなんかみんなで喋ってますね、ここで。すごいありがたいですね。はい、はい、というところでボス戦いけそうですか、与田さん。ちょっと行ってみましょうか。はい、はい、じゃあちょっとこれも特別に、はい、ボスにもう直接飛んじゃいましょう。これ一回バディミヤに戻しましょうか。そうですね、ちょっとスタジオにカメラいただいて。はい、すいません、ちょっとまたキャラ、はい、このイベント用ロムのねボスは大変強いですよね。大丈夫ですか、2体いないですかね。あ、2体ない、大丈夫ですか。1体でしたね、今回はね。これ、2人いたらちょっとおーおーって、はい、でかいな、ボス。
回復してくるの忘れた。おう、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 どうぞ。はい、時折キャラクターが青く光るシチュエーションがあるんですけど、あれはですね、いわゆる危機的状況で回避をしたりとか、そういったことをやることで、まあ、ゲージが溜まって集中状態と呼ばれる状態になるというシステムになります、うん、でちょっと短時間で終わってしまうんですけれども、集中状態が続いている間に、まあ、敵に特定の攻撃を当てると打ち上げられたりとか大きなダメージを与えられたりと、そういったチャンスを生む仕様でもあります。そうですね、あと他にも攻撃された時にひるみにくくなったりだとか、逆にひるませやすくなったりとか、その集中状態は非常にゲーム的なメリットが大きいので、ピンチだけどチャンスみたいな。なるほど。ただ逆に敵も集中することがあるので、こちらがこう殴っていて、はい、いや気持ちよくなってこうひるませたんだけど、うん、次の攻撃ではひるまなくなったりとかっていうところもちょっと読みながら戦っていただきます。まあ、小田さんがでもやっぱ上手だな。あと、はい、いい感じで、さっきちょっとコメントにもあったんですけど、はい、この体力ゲージの上のゲージがスタミナかみたいなのがあったんですけど、はい、まさにそうで、このスタミナゲージ攻撃したりとか、はい、まあ、回避ガード、まあ、それぞれの行動で減っていきますので、まあ、攻撃しすぎると、はい、この回避できなかったりとか、そこら辺の、ね、管理が非常に重要だなと思いますね。おお、うまい。いい感じ。先ほどから与田さんが敵の攻撃をね弾いてチャンス作ってます ね。すごいですね。はい、また大変敵の動きも早いですがね、これ不思議とやってるうちにね、うん、きっちり体に馴染んで覚えてくるというか、着実に勝てるようになっていくんですよ、うんうん、まあ心が折れなければね。あ、心最終的にはね、形には心なければ。あとやっぱバディをちゃんとですねフォローし合ってですね、バディとの連携をちゃんとやっていくことで、はい、今でもバディがちょっと体力が減ってますが、あ、大丈夫かな。ただバディがいてくるとああいう風に体力を分け合ってくる。あ、でも倒れてしまった。バディが死んでしまった。あれ、なんてことだ。両方やられちゃいましたね。はい、やられると。やられますね。そう、難しいゲームですね。なんかね、なかなかね、多分使用されで武器が変えましたね、はい、変えましたね、今ね。ちょっとやっぱ使いやすい、一番安定するやつにします。安定する。本気だ。片手剣本気出してきた。事前に自分を強化しておくっていうね。はい、ガッチリやってる。最初に使ったのが防御力アップで、あと防御力アップとあれですかね、氷属性を武器につけたんですね。あー、はい、おー、早っ。お、全然減りが違う。本気だ本気だ。あれ、与田さん、ソウル回収しないのって出てますけど。いや、死んじゃった。ソウルじゃないです。なんすか、ソウルって。ヘイズという、ね、はい、そうですね。はい、あ、このドクンっていうのが、はい、これは自分を回復作用のタイプですね。いいですね、どんどんおー、よいしょ。あ、コードの精度が上がってますね。おー、ここで弾き終える。ただこれできなくても、絶対倒せないってことはないんで、はい、あれですね、敵の攻撃を受けなかんすのは、うん、上手い人がより自分を高めるためにやっていただければ。自分を高める、これできないと勝てないとか、そういうバランスじゃないのでご安心ください。わわわわわ、気をつけて。おお、すごい、ボスも本気ですね、本当。危ない。おお、早いな。おい、皆さんはもうちょっとか。うわーっと、うわー、そうそう、あとあれですね、バディの体力が把握しにくいっていうのが TJ ソンの時にありまして。そうでしたね。あ、そうですね、今連結の上に、はい、あ、はい、死んだ。あ、やば、ちょっとね、え、また全滅。説明しながらだったから今。本当の話、バディの体力の話。じゃあ、あと2分あるんですよ。あと2分です。いけるかな。2分で倒しましょう。2分あればいけるはず。2分あればいけるよ。もう与田さん、説明とか大丈夫でしょ、こちらが喋るの大丈夫。すごい。いや、すごいな。
あ、宮さん体力やばいですね。あ、やばい、はい、で、ここでギフトヒールを与えることで宮も回復させられると。はい、なので、まあ、戦いながらでもありますけど仲間の体力をね、把握しながら戦うのも非常に重要です、はい、今はバディさんがまだ全然で、ここで体力が減るとですね、ボスもこうやってモードチェンジをして行動が変わってくるんですね。今モードチェンジしましたから、こういう飛び上がる攻撃とかですね、使ってくるだけです。おー、だんだんあれですね、ボスさんも必死になるから。そうですね、そうですよね、よりね。あ、こりゃいいんじゃないですか、ね、いいんじゃないですか、これは。これはね、あ、おっとそういうこと言っちゃダメなんだな。はい、宮がない。あ、宮が、あ、宮がない。あ、ちょっと間に合った、間に合った。よし、危ない、危ない、宮さん、宮さん、宮さん、オッケー、オッケー、オッケー。あ、まだ宮が、宮が、オッケー、オッケー、オッケー。こういうまた宮がっていう、そういうゲームなんですか。よし、ちょっとね、自分がミスをしても助けてくれるし、そうです、バディがミスした時も温かく助けたりしていただけるですね。助け合いですね。お、素晴らしいじゃないですか。あ、いい、いい、おー、いいですね。おー、おー、おー、このよいしょ、ナイス。飛ばれるとね、回復力がない、失いますね。回復力ない、回復がない。おっと、ピンチですね。さあ、ヒリヒリするなぁ。いけんのか、いけんのか、俺のもダメだったら黙ってしまう。そうそう、なくなってくる体力ですね。うん、ここで連結を使っていきましたね。そうだ、怖い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 。さあ、いけるか、いたー、はい、激ハルすごい。いやー、素晴らしいですね。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。